スター・ウォーズ・ビジョンズ・ TRIGGER が手掛ける2作品の場面カット公開日本のアニメスタジオとスター・ウォーズのプロジェクトスター・ウォーズ・ビジョンズより TRIGGER が手掛ける短編アニメ DHE、DWINS、DHE DW、e l d r の場面カットなどが公開されたスター・ウォーズ・ビジョンズは神風動画キネマシトラスサイエンス SARU ジェノスタジオ スタジオコロリド、TRIGGER、プロダクション i G が参加し、全9作品のオリジナル短編アニメを制作するプロジェクト、DHE、DWINS では今石博之、DHE、ELDR では TRIGGER の代表取締役である大塚正彦が監督を務める、DHE、 TWINS は、かつての銀河皇帝が扱ったダークサイドの力により生み出された双子の暗黒系 A メートル、アムト KARRE、彼を軸にしたバトルアクション、霊国機関、ツインスター、デストロイヤーを舞台に、新たな銀河帝国の再建を企む二人の戦いが繰り広げられる。場面カットには A メートルが赤い光を、KARRE が青い光を放ち、 力をぶつけ合う様などが描かれた。K.R.R.E. 役は江野菊義や、ーメトル役は白石涼子、フ二実の駅は川島徳義が担当。今石監督からはコメントが到着しており、作品について自分が最初にスター・ウォーズに出会った時の感動を再現しつつ、これから新たにスター・ウォーズに触れる人たちにも同じ感動を伝えられるような作品を目指しましたと思いを明かした。 DHE, ELDR では、経験豊富なジェダイマスターの他人と若いパダワンの段が、辺境の注意で怪しい気配を感じ、惑星ハボに降り立つことから物語が動き出す。数日前に一人の老人がスターシップで、この惑星に飛来したことを知り、調査を開始する二人。老人が乗ってきたスターシップを目にしたとき、他人破不吉な予感に襲われて、場面カットには赤いライトセーバーを握り、 青い光を操る老人の姿などが描かれた、スター・ウォーズの大ファンだという大塚監督は、同作について、シンプルなプロット、最先端の映像、優れたデザイン、魅力的なキャラクター、神がかった BGM、印象的なサウンドエフェクト、タトゥインの夕日、魅力を数え上げたらキリがありませんが、ついつい口真似の SE 付きでライトセーバーを起動したくなるような、 心の中にある、やりたいこと、見たいものを具現化してくれるからこそ、スター・ウォーズに魅力を感じるのだと思いますとその魅力を説明する。そして、DHE、ELDR については、アクション要素は必ず入れたいと思ったのですが、アニメーションの特性を考えると、戦闘機や戦艦の戦いよりも、ライトセーバー戦の方が向いているだろうと考えました。 好みだけで言うともっと活劇要素を盛り込みたかったのですが、十数分の短編でそれをやってしまうと、登場人物を描くための時間が足りなくなるので、主人公たちの性格や関係性を描写しつつアクションも入るプロットを意識しました。マスターとパダワンの関係性は、これまでの作品とも違和感がないように気をつけたつもりです。ライトセーバー戦の殺人。 特に切り合いが始まる前の退治する瞬間の緊張感などに日本の時代劇の雰囲気を意識しましたとコメント。時間軸をファントム目ナすより前に設定したのはこの作品からスター・ウォーズに入ってきてくれるファンを意識したからです。予備知識がなくても理解できる内容になっています。そこからジェダイ騎士やシスに興味が湧いたらぜひ映画も勘ってほしいですと思いを明かした。また DHE, ELDR が最後の監督作品になるかもしれないと明言している大塚監督。その意図について、10年前の会社設立時から現場の仕事は減らしていくしかないと覚悟していました。が、実際にはあまり減らせていませんでした。その後、若いスタッフも育ってきて、本当に経営や育成にシフトすべきかと考えていたところに、このお話をいただき、 区切りとするならこれ以上ない作品だと考えたからですと語った。スター・ウォーズ・ビジョンズはディズニーの公式動画配信サービスディズニープラスにて、9月22日より日米同時配信される。